どうもお疲れ様でございます。今回はですね、マッチングアプリ、まあ私の時代で言うとね、出会い系サイトなんですけども、出会い系サイトで、テンポよくね出会っていく、そんな方法を私なりにねお話ししようと思います。私は30代の半ばから40ぐらいまでね、5、6年ですけども、出会い系サイトをね結構ね活用してまして、割と多くの方に出会ってきたんですよ。でそもそもが私ね、20代の前半の頃に PHS っていうサービスで始まった時に、 PHS のサービスの中で、その PHS の会社が運営している出会い系サイトで伝言ダイヤルっていうのがあったんですよね。その伝言ダイヤルの中で数多くの異性と出会ってきてね、それから実際に、その方と、京都とかで待ち合わせしたりね、それから北海道からディズニーランドで、私もね広島から出かけて行って落ち合ってデートしてみたりとかね、それから実際にお付き合いした方も何人かいたりしたり、あとはね文通をしている人も多かったですね。それからうちに泊まりに来た人も何人かいらっしゃって、うちの親に紹介したりとかね、私が当時勤めていた会社に来てくださった女性の方もいたりとか、20代でも結構ね私出会い系サイトをね活用してきたんですよ。そういった経験をもとに、今回は40代とか50代の方でもそのままね使える出会い系サイトの、やり方についてお話ししようと思います。3点にまとめてお話しようかと思いますので、もうこれが共通項ですからね。まず1つ目はプロフィールです。これは誰に聞いても同じこと言うと思いますけども、プロフィールを作り込むことによって女性の方がね受ける印象全く変わってくるんですよ。言ってみればプロフィール欄ぐらいしかもうないですからね、最初に書類選考で振り分けられるところっていうのが。だからプロフィールには絶対手を抜いてはいけません。具体的に言うと、プロフィール写真は明るく清潔感のあるものを選んでくださいと。特に男性のプロフィール画像はね、いかにも気合を入れてこうやって撮ったぞみたいなのはダメなんですよ。何気ない普段の雰囲気とか、たまたま誰かに撮られちゃった、でも顔は鮮明で着てるものも清潔感があってねみたいな感じなんで、なんかねジャケットとかね T シャツとかそんな感じがいいんじゃないかなと思いますよね。一人で休日を過ごしてるところみたいなのもいいと思いますし、そうですね、自分以外には人物とか動物が写んない方がいいです、はい。で顔は正面かちょっと傾けたような感じで、目線はカメラを見るんじゃなくてどっか別のところを見た方が自然じゃないかなと思いますよね。これもね、作り込もうと思ったらいくつもの候補写真を撮っておいて、どれがいいかってことを実際に誰かに聞いた方がいいですよね、はい。で自己紹介文ですけども、簡潔に分かりやすく書いてください。だらだらと長いのもダメですし、かといってね 2,3 行で終わるのもダメです。具体的にどういう人間なのかを何点かにまとめて書くといいと思います。これはですね、やっぱりねプロフィールを何パターンか書いてみて、それを誰かに評価してもらうってことを繰り返すことによって練り込んでいくことがよろしいかと思います。その上でそのプロフィールでちゃんと受けるのか受けないかってことも大事ですね。はい。それで自分の趣味も書いておきましょう。自分の仕事を書くというよりもね、自分の好きなことを書いた方がいいと思います。私がねズーム対談をよくするんですけども、その中で職業を聞くことってあんまりないんですよ。好きなものは何ですかみたいなことを聞いてますよね。例えば好きなことがそのまま仕事になっていたりとか、仕事が結構好きなんですよっていう方はそのまま仕事の紹介すればいいと思いますけども、でも仕事はね割り切って単なる収入源っていうふうに決めてる方は、多分自分の趣味とかね、自分の何かこうライフワークに重きを置いてるのかなってところがありますので、最も情熱が傾けられる自分のもうポジションを書いた方がいいでしょうね。そうすることによって、そこをきっかけに、あ、この人自分と同じ趣味だから連絡取ってみようっていう風になるんですよ。以上3点。プロフィール写真、自己紹介文、そして自分の趣味を書いておくこと。これによって、プロフィールが充実してくるということになります。次なんですけども、プロフィールがきちんと書けるようになると、メッセージのやり取りができるようになります。積極的にメッセージを送ってください。まずは気になる相手をこちらからリサーチして積極的にメッセージを送ってください。メッセージにどういうことを書いていけばいいのかってことは、大体自己 PR 文ですよね。それと同じようなことを書けばいいと思います。で、メッセージは明るく丁寧な文章で書いてください。3つ目は相手のプロフィール内容に質問を織り交ぜてください。ちゃんとプロフィール見てますよっていうことですよね。で、めったに連絡はしないんだけども、ちょっとどうしても気になって私の方から連絡させてもらいましたみたいなね、こういうふうな丁寧な紹介文というかね、メッセージがいいんじゃないかなと思います。で3つ目、会話のやり取りが始まったら会話にテンポをつけてください。メッセージの返信はできるだけ早くしてくださいね。で、返信は確実にしますっていうふうなことをプロフィール欄に書くのもすごく重要ですし、
何分以内にメッセージしますとかね、爆速ですみたいな感じで、とにかく返信が早いよってことをアピールするのと、実際にすぐに返信を送ることも大事です。で、どうしても返信がすぐできない場合は、すいません後ほど返信しますみたいな返信をするのも大事です。放置が一番良くないですね。ライバルがいることを忘れないでください。で、長文よりも短文でメッセージを送って、一画面でパッと見れるような感じにしていただければと思います。で、相手の話に興味を持っていることをちゃんとね示していくことも大事です。自分のことばかり主張するんではなくて、相手の方がねどんなことに興味を持って、自分から何を引き出そうとしているのかということをきちんと考えていった方がいいですね。で、なるべく早めに出会ってください。もしくはどこどこに行ったら私とはいつも出会えますよってことをはっきりしておいてください。これは私の例ですけども、私は広島市中区本通りで店舗をやってました。お店をやってました。で、サラリーマン時代は店に勤めていましたんで、いつも接客をしていたんですね。だから、ここに行ったら私の働いてる姿に会えますよってことをプロフィール欄には必ず書いてたんですよ。そうすると、気になってくださったね、女性の方がこっそり見に来たりとか、で、私を待ち伏せしたりみたいなことも起きたんで、早めに会うことができたってことになります。まあ、自分がね、どこにいるかってこと、そして24時間365日、いつでも見れる環境にいるってことを示すことによって、信頼が得れるってこともあります。信頼はそのまま安心感になりますので、女性の方からアプローチが来るっていう確率は増えるんじゃないかなと思います。で、会う場所ってのは人通りの多い明るい場所、しかも昼を選んでくださいね。最初はカフェなどの短時間で済む場所を選んでください。30分時間ができたんでちょっとお話ししませんかみたいな形だと、女性の方もね、じゃあ30分だけならってことで、明るくて人通りの多いカフェなどで会ってくれる可能性は高いです。次ですけども、マナーを守っていきましょう。やっぱりね、失礼な言動は慎むべきですし、遅刻とかドタキャンも絶対あってはいけません。まあ当たり前のことですよね。その他注意するといいなと思う点っていうのは、自分の好みをね明確にしておくことです。2つ目は相手の好みも尊重することです。そして焦らずにゆっくりと相手を探してみてください。気が合う人ってのは必ずおりますんでね。じゃあ以上でございます。